アービン・マジック・ジョンソン・ジュニアは、アメリカ合衆国ミシガン州、ランシング出身の元プロバスケットボール選手、実業家。1980年代にラリー・バードや、マイケル・ジョーダンらと共に、NBA の世界的ブームをけん引した、スーパースターであり、そのプレー、実績から、歴代最高のポイントガード、ひいては、ジョーダンやカリーム・アブドゥル・ジャバー等々、 並び NBA 史上最高のプレイヤーの一人と評される。選手時代には NBA でポイントガードとしてプレーし、1980年代にロサンゼルスレイカーズで5回の優勝に貢献する。1991年に HIV 感染を理由に引退。1996年に NBA50 周年を記念した歴代の偉大な50人の選手に選ばれた。 2002年に電動入りした。ポイントガードからセンターまで全てでプレーすることができたため身長によるポジションの概念を覆し、それまで得点の影に隠れ目立たないプレーであったパスを派手で華やかなものに変え、今では花型プレーの一つとされるノールックパスを世に広めた革命的な存在であった。また、 レギュラーシーズンの通算勝率73.95%は18から19。シーズン終了時に、カワイ・レナードに抜かれるまで歴代1位であった。ミシガン州ランシングという小さな町で、父アービンシニアと母クリスティンの間の7人兄弟の4番目として生まれた。両親は共に南部出身の黒人だったが、自動車関係の仕事を求めて、 ミシガン州に移り住んできた。父親はゼネラルモーターズの参加の会社で働くほか、副業もこなしていた。母親も学校の用務員など常に何かの仕事についていた。少年時代からまずは父親を相手にバスケットボールを、始め少年チームに参加し、バスケットボール付けの日々を過ごした。中学時代からすでに仲間内で一番の長身で、運動能力も、 抜群だった。一試合で48点を上げたこともあったという。その頃から、ミシガン州でも有名な黒人がほとんどを占める、セクストン高校への進学を夢見始める。バスケットの強豪校として知られる高校でプレーし、スターとなることが彼の当時の一番の夢だった。ところが、ジョンソンが高校に進学する数年前、ミシガン州では、強制バス通学制度ができた。 人種の融合を図るため、白人がほとんどを占める高校に一定数の黒人を編入するというもので、ジョンソンの家は境界線のすぐ外に位置していた。そのため、名門セクストン高校に友人たちと一緒に通えないばかりか、遠距離の白人ばかりの高校、エベレット高校に強制的に通わされる羽目になった。エベレット高校では、 不自然な少数の黒人学生の編入によってトラブルが絶えず、現に、ジョンソンの兄はコーチと抗論になったことがもとで、バスケット部を辞めてしまっている。しかし、彼は粘り強く、周囲と交渉する術を学び、また、誰よりも熱心に練習し、プレーして、勝利をもたらすことで周囲に自分を認めさせることに成功する。ジョンソンが4年生の時、 同行のチームは27勝1敗の成績を挙げ、ミシガン州を制した。今に残るニックネーム、マジックは、1年生の時のジョンソンがある試合で36得点18、リバウンド16アシストを記録するのを見た地元の新聞記者が名付けた。まもなくこのニックネームは、ミシガン州全域で有名になる。また、この頃からチームで最長身の選手でありながら、 センターやフォワードではなく、ガードのポジションがジョンソンに適していることを、高校のコーチが最初に見抜き、ポイントガードとしてプレーすることが多くなった。高校の卒業を控え、全米中の大学から勧誘が殺到する。ジョンソンは、州で一番のバスケットの競合である、ミシガン大学と、 高校の時からよく出入りし、練習にも参加させてもらっていた、ミシガン州立大学のどちらに進学するか、あるいは全米の他の有名大学に進学するかを相当悩んでいた。学校の恩師やバスケット関係者の多くが、ミシガン州立大学の出身で、本人も本当は、地元のミシガン州立大学に行きたかったが、新たに、 同大学のコーチとなったジャッド・ヒースコートは、試合中に選手を怒鳴りつけることが多く、ジョンソンはあまりいい印象を持っていなかった。しかし、彼の家を訪問したヒースコートは、他の大学に進めば君は、センターとして起用されるだろう。しかし、私は君を、ポイントガードとして起用するつもりだとジョンソンの天文を、見抜いた。またよく怒鳴るのも、 彼の情熱の現れだと知り、これが決め手となってジョンソンはミシガン州立大学への進学を決める。大学でのジョンソンは1年生の時にはそれまであまり強豪とは言えなかったミシガン州立大学のチームを率いて25勝5敗の成績を残し、NCWA ファイナル4にはあとわずかで届かなかったが前年とは比較にならない高成績を残す。 二年生時には、スパルタンズは25勝5敗で、畜生派し、NCWA トーナメント決勝へと進出した。決勝へ勝ち上がってきた、もう一つのチームは、それまで一度も NCWA トーナメントに出場のしたことのない、無名校インディアナ州立大だった。同大学のチームはシーズンを33勝0敗で、過ごしており、チームを率いていたのは後に、マジックにとって、 最高のライバルとなるラリーバードであった。両者の対決する決勝戦は大学バスケットボール決勝の歴史で最高の視聴率を記録した。前日の練習でコーチのヒスコートに仮想ラリーバードの役を演じるように命じられたジョンソンが見事なパフォーマンスを見せたことも功を奏し、ジョンソンのミシガン州立大学がバードを抑えることに成功し、 75から64で勝利。ジョンソンとミシガン州立大学は、初の NCWA チャンピオンとなった。しかし、この時始まったジョンソンとバードのライバル関係は、プロ入り以降にも続くことになる。また、大学時代の同級生で、後に妻となる女性ともこの頃出会っている。しかし、ジョンソンはバスケットで勝利することが一番の望みで、 家庭生活がその妨げになることを恐れ、その後10年以上付き合ったり、別れたり、婚約しては解消するなどの関係となり、結婚したのは1991年である。NCWA トーナメントで優勝を成し遂げた後、1979年に、ミシガン州立大学を2年生で中退し、NBA 入りすることを表明する。 前年の NBA 最低成績だったシカゴブルズとユタジャズがドラフトの1位指名権をかけてコイントスを行うことになったがジャズの指名権はロサンゼルスレイカーズにトレードされておりコイントスに勝ったレイカーズが全体1位でマジック・ジョンソンを指名した実はジョンソンの指名はそれまでの NBA で前例のない超新ポイントガードであること当時のジョンソンは アウトサイドシュートがやや苦手だったことなどから、レイカーズ首脳陣からは反対が多かった。この時レイカーズの新オーナーとなった、ジェリーバスが、マジック・ジョンソンを指名しないと、チームを買い取るのを止めると言い切り、決断を下した。当時の NBA 新人としては最高金額だった、年俸50万ドルで契約が成立したが、その1ヶ月後、前年のドラフトで、 ボストンセルティックスから契約条項の盲点をつく形で6位で指名されていたラリーバードが60万ドルの契約を結んだため新人最高額の記録はすぐに塗り替えられてしまった。レイカーズでは少年時代から憧れていたプレイヤーであるカリーム・アブドゥル・ジャバーやノーム・ニックソン、ジャマール・ウィルクスといった名選手たちと共に先発ガードとしてプレーすることになった。 NBA 最初の試合で勝利を決めるシュートを決めた、アブドゥルジャバーにジョンソンは興奮して抱きつくなど、情熱的なプレーでチームをけん引。前年より13勝も勝ち星を増やし、1年目から NBA オールスターゲームにも選ばれ、先発出場するなど、人気も抜群で、18得点、7.7リバウンド、7.3アシストという好成績でシーズンを終えるなど評価が高かったが、 新人王レースでは、ラリーバードに敗れた。ルーキーシーズンを終えてのプレイオフ、フェニックスサンズとシアトルスーパーソニックスを退け、ジュリアス・アービング率いるフィラデルフィア・セブンティシクサーズと対戦した NBA ファイナルで、レイカーズが3勝2敗というに王手をかけていたとき、それまで絶好調だったチームの大黒柱、アブドゥルジャバーが、第5戦で足首を捻挫してしまう。 アブドゥルジャバーが欠場した第6戦に、ポールウェストヘッド監督がジョンソンをアブドゥルジャバーに変えて、センターとして起用するという奇策を用いたところ、42得点、15リバウンド、7アシストという大活躍により、レイカーズが優勝した。当時まだ20歳のルーキーだったジョンソンは、こうして、ファイナル MVP を受賞した、史上唯一のルーキーとなった。 日シーズン目のジョンソンは、試合中の接触で膝に怪我を負い、37試合の出場にとどまった。プレーオフの1回戦には、怪我をして出場したものの、プレーは散々な出来となり、レイカーズは1勝2敗で敗退した。翌1981から82シーズンの、レイカーズは57勝25敗で、ウェスタンカンファレンスで1位となった。ファイナルでは、 セブンティシクサーズを4勝2敗で下して優勝した。ジョンソンは再び MVP に選ばれたが、ジョンソンにとっては辛い1年となった。当時のレイカーズの監督、ポールウエストヘッドはそれまでは選手たちに比較的自由にプレーさせていたが、この頃より速攻よりも緻密なハーフコートオフェンスを重視するという自分の持論をチームに強制するようになる。チームの攻撃が、 勢いのないものになり、成績も低迷する中、得意の速攻をリードすることを封じられ、それを不満に思っていたジョンソンは、シーズン序盤に自分をトレードしてほしいとマスコミに向かって発言した。その翌日、ウェストヘッドは解雇された。この移動は予定されていたものだと発表されたが、ファンやマスコミはジョンソンを、コーチキラーと通列に非難した。このシーズン、 ジョンソンは選手生活で唯一オールスターの先発に選ばれなかった。ウェストヘッドの後任にはアシスタントコーチだったパッド・ライリーが昇格し、チームは次第に以前の走るスタイルを取り戻していった。ライリーは選手たちにチャンピオンとしての自覚を促し、厳しい練習を課すことで非難が集中していたレイカーズとジョンソンを再び優勝させることに成功する。 そして翌1982から83シーズンには、やはりトレードで、レイカーズが得た一位指名権で、ジェームズ・オージーがチームに入団。この時代に一世を風靡する、ショータイムと呼ばれたオフェンスの中核となるメンバーが集まっていた。ただし、このシーズンのファイナルでは主力を怪我で欠き、レイカーズは、セブンティシクサーズに優勝を譲ることになった。レイカーズのオフェンスは、 ジョンソンのパスの技術に追うところが大きかった。前シーズンにチーム入りしたウォージーは俊敏な選手で、ジョンソンのアシストからウォージーがダンクシュートで締めるレイカーズの速攻は人気を集めた。このショータイムと呼ばれたオフェンスはこの時代のレイカーズの象徴となった。また、敵の選手を自分に引きつけておき、顔の向きの反対側や背面にいきなり、 パスを出す、ノールックパスも、ジョンソンの18番だった。ライリー監督の指導の下レイカーズは、リーグ屈指の強豪となった。一方、東海岸では、ボストンセルティックスが強豪としての地位を確立していた。ジョンソンは、セルティックスのエースだったラリーバードと、しばしば比較され、二人は、ライバルとして捉えられていた。百八十三から十四シーズン。 マジックは46試合連続2桁アシストという NBA 記録を達成した。レイカーズは54勝28敗でリーグ第2位の成績。1位は62勝20敗のセルティックスで、バードは MVP に選ばれていた。両チームはプレイオフを勝ち上がり、ファイナルで対戦することになった。二人は大学時代にも優勝を競っていた因縁の、 ライバルということもあり、ファイナルは全国的な注目を集めた。NBA ファイナルの第一戦は予想に反してアブドゥルジャバーの大活躍もあり、レイカーズがアウェーとなるボストンガーデンで勝利。続く第二戦、レイカーズがリードし、試合の終了間際となったが、ウォージーが投げたパスをセルティックスのジェラルド・ヘンダーソンがスティールし、同点とされる。 延長時間の残り数秒でジョンソンは残り時間の計算を間違え、そのままセルティックスの勝利となった。本拠地ロサンゼルスに戻ってきた第3戦ではジョンソンが21アシストと NBA ファイナル記録となる活躍でチームをリードし、対勝した。セルティックスのケビン・マクヘールがレイカーズのカートランビスを床に叩きつけて乱闘寸前となるなど荒れた試合となった第4戦。 残り時間1分を切ったところでジョンソンはボールを失い、最後の局面でフリースローを2本ミス。延長になった試合をレイカーズが落とし、シリーズは2勝2敗のタイとされてしまう。会場をボストンに再度移しての第5戦、異常気象による熱波で会場内が40度以上になるという事態にペースを狂わされ、レイカーズは敗戦。第6戦は、 バイロン・スコットの活躍などで、レイカーズが制した。最終戦の第7戦では終盤に、ジョンソンがミスを重ね、僅差の試合だったが、ついにレイカーズは追いつけず、セルティックスが優勝した。両チームは60年代から NBA ファイナルで対戦を続け、レイカーズは一度もセルティックスを破ることができないという、因縁の関係だった。敗戦の後もレイカーズの面々とジョンソンは、 マスコミやセルティックスの選手たちから非難や中傷を浴び続ける。レイカーズは楽に優勝できたはずなのに勝てる試合を自分の失敗で落としたと言われ続けた。選手生活で最悪の時期だったとジョンソンは後に語っている。彼はこの失敗をよく分析し、精神力で負けないように普段の練習の時から鍛錬を積み、セルティックスを破る機会を待ち望んだ。 このオフシーズン、ジョンソンは、テレビ CM の撮影で、ラリーバードと初めて親しく語り合う機会に恵まれる。マスコミの先導もあって、互いに嫌い合っているように思わされてきた二人だったが、実際に話してみると意外にも二人には、共通点が多く、話の合う友人となった。1985年の NBA ファイナルにて、ジョンソンとボストンセルティックスのセドリック・マクスウェルの、 戦い翌1984から85シーズン、レイカーズは62勝20敗で、セルティックスの63勝19敗に次リーグ2位の成績だった。ジョンソンは前シーズンに続いて、リーグ最多の平均アシスト数をマークし、オール NBA ファーストチームに選出された。このシーズン再びレイカーズは、プレイオフを勝ち上がり、再び NBA ファイナルで、 セルティックスと対戦することになった。前年の復讐を狙うレイカーズだったが、ボストンで行われた初戦は、アブドゥルジャバーの不調とセルティックスの控え選手の予想外の大活躍で、セルティックスに33点差をつけられて、大敗してしまう。続く第2戦は、レイカーズの監督パッドライリーが試合前に、初戦の失敗をビデオで何度も選手たちに見せて、 奮気を促し、レイカーズが勝利。ロサンゼルスに移った第3戦はレイカーズが大差で勝ち、第4戦はセルティックスが新勝。5戦目はレイカーズが勝利をものにし、3勝2敗で、ボストンに、試合の場を移すことになった。6戦目のセルティックスは終盤に差を詰められず、ジョンソンとアブドゥルジャバーの活躍もあって、レイカーズが勝ちを収めた。レイカーズが、 歴史上初めてセルティックスに勝って優勝したばかりで、なく、セルティックスが、ホームで優勝を奪われたのも、NBA 史上初めてのことだった。レイカーズは、この翌シーズンもリーグ2位の62勝20敗という、成績だった。プレーオフのウェスタンカンファレンス決勝まで勝ち上がった、レイカーズは、ヒューストンロケッツを相手に1勝4敗の番狂わせを、演じられて、ファイナル出場を逃した。 アキム・オラジュワンとラルフ・サンプソンというツインタワーの高さにやられたこともあるが長年アブドゥルジャバーを中心としてきたオフェンスが相手チームから研究し尽くされ予測され限界を露呈してきていたことが敗戦の原因だった続く1986から87シーズンはレイカーズとジョンソンにとって転機となったレイカーズのライリー監督はアブドゥルジャバーに代わりジョンソンが チームリーダーの役割を果たすよう求めた。全シーズンまでと変わり、ジョンソンがチームトップの得点を上げるようになった。このシーズンは、ジョンソンがアブドゥルジャバーに学び、彼が得意としたフックシュートを習得した時期でもあった。アブドゥルジャバーの放つフックシュートは、打点が高いことで有名だったが、ジョンソンが得得したものはより動きの小さいベビーフックと呼ばれるシュートだった。 1986から87シーズン、レイカーズはセルティックスを上回る65勝17敗を上げ、リーグ1位となった。5年間で4度目のアシスト王になったジョンソンは、プロ入り以来初めて、レギュラーシーズンの MVP に選ばれた。プレイオフでは、レイカーズは11勝1敗の強さで、再び NBA ファイナルに進出した。イースタンカンファレンスでは、 またもセルティックスがファイナルまで勝ち上がった。レイカーズはホームでの最初の2戦に勝利。ボストンに舞台を移した第3戦ではセルティックスが勝ちを挙げた。第4戦は競った展開になった。試合時間残り2秒でジョンソンはベビーフックを放ち、レイカーズが逆転した。最後に、 バードがシュートを放ったがリングに引かれ、レイカーズは3勝1敗と優勝に王手をかけた。このシュートは、ジョンソンの生涯最高のシュートとして挙げられることが多い。残りの2戦を1勝1敗で終え、レイカーズは1980年代で4度目の優勝を果たした。ジョンソンは、ファイナルの MVP に選ばれた。前年にセルティックスを倒して優勝した後、祝賀会で、 監督のライリーが来年も絶対に優勝すると前代未聞の連覇宣言を行った。そのプレッシャーがかかる中、1987から88シーズンのレイカーズはリーグ最高の62勝20敗の成績を残した。しかしプレイオフでは苦戦続きで2回戦のユタジャズ、3回戦のダラスマーベリックスともに最終戦までもつれる激戦となり、 やっとのことで NBA ファイナルに進出した。一方東地区で台頭したデトロイトピストンズがプレイオフではセルティックスを破り NBA ファイナルでレイカーズと対戦することとなった。ファイナルでもピストンズは奮戦しジョンソンがインフルエンザで倒れたりしたこともありレイカーズを第7戦まで追い込む。しかし体調不良をして出場した。 ジョンソンの活躍やピストンズのエース、アイザイやトーマスが足を捻挫したこともあってピストンズは一歩及ばず、レイカーズは1980年代で5度目、前シーズンから2年連続の優勝を手にした。翌1988から89シーズンを、レイカーズは57勝25敗で終え、試合平均22.5得点 12.、12.8。 アシスト、7.9リバウンドとオールラウンドに活躍した、ジョンソンは MVP に選ばれた。プレイオフでも西地区は全勝で通過する。しかし NBA ファイナルではジョンソンはふくらはぎを、負傷して、欠場を余儀なくされ、レイカーズは、デトロイトピストンズと戦ったファイナルを0勝4敗で、落とした。続く1989から91シーズンの、レイカーズは63勝19敗で、 リーグ首位、前シーズン同様の成績を残したジョンソンは再び MVP を獲得した。レギュラーシーズンの MVP 受賞回数において、ジョンソンはラリーバードに並ぶ3回に達した。しかしプレイオフではこの年もサンズに敗れ、ファイナル進出はならなかった。この時期になると、レイカーズの主要メンバーは、年齢が高くなり、走る攻撃よりも一層堅実な戦術を、 重視するようになっていた。アブドゥル・ジャバーは1989年に引退しており、ライリー監督は1990年にチームを去った。次の1990から91シーズン、レイカーズは、ポートランドトレイル・ブレイザーズ、シカゴ・ブルーズに次いで58勝24敗で、リーグ3位の成績。プレイオフではブレイザーズを下し、ジョンソンのデビュー以来9度目の、 NBA ファイナル進出を果たした。しかしファイナルでは、シカゴブルズに1勝4敗で敗れ、ジョンソンはリーグを経営する役割を、マイケル・ジョーダンに譲ることになった。翌シーズン開幕直後、生命保険の健康診断を受けたジョンソンは、HIV ウイルスの感染が判明し、突如引退を発表する。しかし、オールスターゲームのファン投票では、 そのシーズン一試合も出場していないにもかかわらず、最多得票を獲得し出場。試合終盤には、アイザヤトーマスとジョーダンに一応日の真っ向勝負を挑まれ、会場は大興奮、大歓声に包まれた。さらにスタッツでは得点とアシストで、両チーム最多を記録するなど、大活躍で MVP を獲得している。HIV の感染発覚後、しばらくは、 運動や練習も控える生活をしていたが、その後の健康状態は非常に良好で、プレーをしても生命に支障がないことが分かってからは、オリンピックのドリームチームで活躍し、金メダルを獲得した。そして、NBA にも復帰を果たそうとしたが、当時の NBA 選手たちは、HIV やエイズに対して無知であり、ジョンソンとの接触プレーで感染するのではないか という非難を受けることになり、復帰を断念せざるを得なくなった。これ以降のジョンソン自身による HIV についての、数多くの啓蒙活動などにより、選手や関係者の理解も深まり、1995から96シーズン中盤に、ついに NBA に復帰し、レイカーズの選手としてプレーすることになった。HIV への感染を表明した人間が、プロスポーツで、プレーできるのは、 史上初のことであった。5年余りのブランクもあり、出場時間も短めで控え選手としての起用が多かったが、しっかりとした成績は残していた。しかし、ジョンソンを悩ませたのはむしろチーム内のジェネレーションギャップと人間関係だった。ジョンソンの復帰で出番が減ったプレイヤーが試合放棄をしたり、勝利に対しての意識も以前の選手たちとは全く異なっていた。 結局、レイカーズは、同シーズンのプレイオフ進出は果たすも、一回戦で、ヒューストンロケッツに敗退。この敗戦後、このチームでの自らの限界を悟ったジョンソンは、今度こそ最後だと引退を発表する。翌シーズンに、シャキール・オニールのレイカーズ移籍加入が決まった時には、ジョンソンが、復帰してみたいと語ったとされるが、その後一時の気の迷いだったと釈明し、 復帰はしなかった。エイズ救済活動を行うジョンソン1991から92シーズン開幕直前の1991年10月に、ジョンソンは生命保険の健康診断を受けた。その診断の結果、ジョンソンが HIV に感染していることが判明した。さらなる精密検査を受けたが、結果は同様だった。同時に検査を受けた。 ジョンソンの妻は感染していなかった。プロスポーツのスター選手が HIV 感染者となるのは初めての事例であり、医師の勧めにより、ジョンソンは現役引退を決断。11月7日、ジョンソンは記者会見を開き自らの HIV 感染とバスケットボールからの引退を発表した。発表会見の現場には NBA のコミッショナーデビッド・スターンやレイカーズの 選手、元選手、ゼネラルマネージャーのジェリー・ウェストやオーナーのジェリー・バスなども同席した。この記者会見は全米で放映されたのみならず、CNN などを通じて全世界がジョンソンの HIV 感染と引退をほぼ同時に知ることとなった。当時はまだエイズに関する大衆の意識が低かったこともあり、ジョンソンのような著名人の HIV 感染の 公表は世界に衝撃を与え、エイズに関する関心を高めることになった。その後ジョンソンは、ブッシュ大統領の招生により、エイズ問題を扱う委員会への参加や、機会があるごとに、エイズに関する啓蒙活動に努めていくこととなった。ジョンソンは、多数の女性と、肉体関係を持ったことを認めた。また、心当たりのある女性には、自分が、 HIV に感染している事実を伝えたが、感染源が誰なのかは特定できないと述べた。またジョンソンが同性愛者なのではないかという疑いを完全に否定した。引退し、NBA の1991から92シーズンの試合には一切出場がなかったが、オールスター戦のファン投票のマークシート用紙には、ジョンソンの名前が記載され、ジョンソンは、 全選手中で最多の票数を得る。西軍の先発として出場することとなったジョンソンは25得点、9アシスト。東軍のマイケル・ジョーダンやアイザイア・トーマスと1対1で対戦する。試合は西軍が勝利し、ジョンソンは MVP となる。32はマジック・ジョンソンの永久欠番マジック、ジョンソンに関してはパスの技術についての評価が高い。 彼のパスは多彩であり、誰もが予想しないパスを、しばしば見せた。全く見ていない方向に繰り出す、いわゆる、ノールックパスを得意とした。さらにノールックパスをする選手の中でも、パスの前に2度3度とフェイクを入れたり、レッグスルーやハンドリングなどの複雑な動きを絡めたり、する、ノールックパスは彼独自のものである。特にパスの前のフェイクのうまさ。 複雑さは凄まじく、めまいを誘うような連続シュートフェイク、パスフェイクに、相手選手は、わけがわからなくなりその場に、棒立ちになってしまうことが、多く、また相手選手のみならず、カメラマンまで引っかかってしまい、まだボールを持っているマジックを、画面から消してしまうこともあった。スポーツジャーナリストや、NBA アナリストとして、有名なスティーブ・ン・エ・スミスは、 自身がコメンテーターを務める ESPN の番組ファーストテイクでマジック・ジョンソンはサイズがあって力強く怪我の体性もありそしてパスに関してはバスケットボールの歴史上彼に並ぶものはいなかった典型的なポイントガードのイメージまたポイントガードはどうあるべきかという面においてマジック・ジョンソンは別格だと評した生涯通算アシスト数は百四十一で レーカーズ歴代1位、NBA でも歴代4位。プレイオフの通算アシスト記録2346を保持。1983年、1984年、1986年、1987年と4度リーグのアシストを。1試合あたりの生涯平均アシスト数は11.2で、歴代1位。 歴代最長の46試合連続2桁アシストとアシストに関する多数の記録を持つ。ジョン・ストックトンやジェイソン・キッドなどパスの名手と比較しての彼の特徴は戦術のノールックパスを生かしたファストブレイクでのパスのさばき方で早い展開でのとっさの視野の広いプレーをした。ジョンソンのように206センチメートルの高身長ながらポイントガードを務める選手は 当時珍しかっただけでなく NBA の歴史上でも稀である。それほどの長身にもかかわらずポイントガードでプレーし続けることができたのは高校、大学のコーチの理解によるところや NBA 入りしてからも218センチメートルのセンターカリーム・アブドゥル・ジャバーがチームメイトにいたことなど環境に恵まれたこともあるが、 ジョンソン自身がガードの中においても高い身体能力とボールハンドリングを備えていたことが大きい。マジックジョンソン以降、彼に憧れて、長身でもポイントガードでプレーすることを希望する選手が増えたが、チームに他に、長身でリバウンドやポストプレーをこなせる選手がいないと、センターやフォワードへの転向を余儀なくされてしまう例が多い。 オーランドマジックに1993年にドラフトされたアンファニー・ハードウェイは201センチメートルのポイントガードだったがその後得点力を生かすためにシューティングガードに転向させられているミネソタ・ティンバーウルブズに1995年にドラフトされた高卒選手ケビン・ガーネットは史上初の7フィートのポイントガードになりたいと語っていたことがあるが チーム事情もありスモールフォワードから後にはパワーフォワードでプレーしている実際の身長は213センチメートル以上あるらしいが211センチメートルと公表しているのは本人の抵抗の表れと見る向きもある一方フォワードということになっているラリーバードや元シカゴブルズのスコッティピッペンはボールさばきやアシストパスも非常に巧みで 実質的には、チームのポイントガードをこなしていた例もある。ジョンソンは、パスアシストに才能を持っていたのみならず、オールラウンドな選手であった。一試合で得点、リバウンド、アシスト、スティール、ブロックショットのうち三つの部門で二桁を上げる、トリプルダブルを生涯で138回記録しており、NBA 歴代3位である。歴代2位は1960年代を中心に、 活躍したオスカー・ロバートソンで181回である。ジョンソンが NBA 入りしてからトリプルダブルの成績を上げることが多いため記録として認定されるようになった。ジョンソンは長らく NBA で最多のトリプルダブル達成者と言われてきたが、最近やっとロバートソンの時代の記録が詳しく調べられるようになり、ジョンソンよりもかなり多い達成回数であることが判明した。 他に、ウィルト・チェンバレンもかなり多くの達成回数があると見られているが、記録が詳しくわかっていない試合も多い。キャリア末期には、フリースローを非常に高い成功率で打っており、1988から89シーズンは、成功率91.1%で、リーグ首位を記録した。ラリーバードも何度かこの部門で、リーグ首位に立っており、 翌1989から90シーズンには再び、バードがフリースロー成功率でリーグ1位になった。史上最高のポイントガードを決めるランキングでは2位以下は、ランキングを決める媒体によって、オスカー・ロバートソン、アイザヤ、トーマス、ジョン・ストックトン、最近では、ステフィン・カリー等の順位が入れ替わることがあるが、マジック・ジョンソンは、ありと。 あらゆるランキングで必ず1位に選ばれていることからわかるように彼の残したプレイや実績 NBA への貢献度や偉大さは極めて絶大なものである1987年1989年1990年にレギュラーシーズンの MVP を受賞1983年から1991年まで9年連続で オール NBA ファーストチームに選出。オールスター戦には1980年から1992年まで13年連続で選出。このうち1990年と1992年は MVP を受賞。プレイオフでは1980年、1982年、1987年にファイナル MVP 受賞。1996年には NBA50 年の偉大な50人の選手の一人に選ばれた。2002年にはバスケットボール殿堂入りを果たした。2016年に ESPN が発表した歴代最高のポイントガードトップ10で1位となった。2019年 NBA アウォーズにてラリーバードと共に生涯功労賞を受賞した。練習の必要性を熟知している一人でもあり。 どんなプレイヤーでもベストを尽くして練習しなくては最高のプレーをすることができない。と語っている。1992年バルセロナオリンピックにてアメリカ代表に参加。オリンピックのバスケットボールアメリカ代表決定を行う USA バスケットボールは、まずジョンソンに参加の話を持ちかけ、了承したジョンソンが怪我をしていたラリーバードを説得。 その後、マイケル・ジョーダンら当時最高のメンバーが選出されることとなり、ドリームチーム結成となった。ドリームチームは金メダルを獲得する。引退後の1992年から1994年には、スポーツニュース番組、NBC スポーツのコメンテーターに就任。1993から1994、シーズンは短期間レイカーズの監督を務めるが、 5勝11敗の成績に終わる。1994年以降は、レイカーズの副社長に就任している。1995から96シーズンに、現役復帰、シーズン終盤の32試合で、パワーフォワードとしてプレーした。1試合あたり14.6得点、6.9、リバウンド、5.7アシストを記録した。1990年代には、 引退した選手などを集めて、マジック・ジョンソン・オールスターズを結成、世界中を巡業して、各地のチームと試合をした。2005年、往年の名選手カリーム・アブドゥル・ジャバーや現役、NBA 選手である、カーメロ・アンソニー、アマーレス・タウダマイアーラを迎えて、バスケットボールの基礎を伝授する強 D D、競速 DVD。 マジック・ジョンソン・プレゼンツ、マジック・ファンダメンタルズ・コンプリヘンシブに出演。2007年10月26日、同 DVD 日本語字幕版を発売した。2013年4月25日、テキサス州ヒューストンの、ジョージ・アール・ブラウン・コンベンションセンターにてスピーチをする、ジョンソン1993年にジョンソン、デベロップメント・コーポレーションを設立、同社の CEO に就任。 1994年以降、同社は全米5カ所にシネマコンプレックスマジックジョンソン、シアターを展開。1998年、JDC はコーヒーショップ経営のスターバックスと共同出資でアーバンコーヒーオポチュニティーズを設立。ユーコは全米70カ所以上にスターバックスの店舗を展開している。JDC は2001年以降、キャニオン、 ジョンソンリアリティアドバイザーズと共同でキャニオン・ジョンソン・アーバン・ファンドを経営、全米の主要都市で不動産業、土地開発業を営んでいる。またワシントン・ミューチュアルと共同で全米の主要都市で住宅ローンの事業に携わっている。この他、ジョンソンは1998年にザ・マジック・アワーという番組のホストを務めている。また1991年に マイケル・ジャクソンが発表したアルバムデンジャラスのセカンドシングルリメンバーザタイムでエジプトが舞台となって撮影されたビデオクリップにエディ・マウフと共に出演している2010年ロサンゼルスへ NFL チームを誘致することに強い関心を持っていることを明かし NFL チームのオーナーになる障害となるロサンゼルスレイカーズの株を売却していたことが 明らかになった。2012年、ロサンゼルスドジャース・バイ州の投資グループに参加し、共同オーナーの一人となる、民主党支持者である。2006年には、カリフォルニア州の知事選に出馬したフィル・アンジェリーデスを、支持し、アーノルド・シュワルツェネッガー知事に対して、不満を表明。知事としてではなく、俳優としての彼が好きだ。とコメントした。 K t、b a, b a s k e t b a l l r e f e r e n c e c o m b a s k e t b a l l r e f e r e n c e c o m ありがとうございます。